はい、皆さんこんにちは。塩浜進学教室無料動画講座中学歴史、西郷隆盛と大久保利通編その1をいきたいと思います。西郷隆盛編でいこうかなと思ったけど、ちょっと主に西郷隆盛の話をしますが、大久保利通があまりにですね人気がなさすぎると、ちょっと一緒に論じて大久保利通のことをみんなにもっと知ってもらいたいなと思うところです。幕末から明治にかけて活躍した人で、西郷隆盛と大久保利通、どちらも薩摩の国鹿児島県生まれで、小さい時からもう幼なじみで、友達でした。ところで西郷隆盛というと、西郷隆盛というとですね、もうちょっと太ったところにしたい。皆さん資料集とか教科書でですね、眉毛と目が、眉毛が太くて目が大きい、あの写真とか肖像画を見てると思うんですけれども、あれ実は西郷隆盛本人じゃないというのはご存知でしょうか。この時代も日本に写真が入り始めているんですが、西郷隆盛写真が大嫌い、一部迷信では写真を撮ると魂が吸い取られるっていう噂もあってですね、写真が嫌いな人もいるんですね。友達の大久保利通は写真が大好きでですね、だったみたいですけど、西郷隆盛写真が大嫌いで、彼の写真って残ってないんです、ろくに。大勢の中で残ってるって噂もあるんですけど、基本的に残ってない。で、じゃあよく資料集や教科書を見るあれは何なのかというと、あれ合体版でございましてですね、どっちが上半分だっけ、上半分は、西郷隆盛の弟の西郷嗣道という人、それから下半分は彼のいとこの、大山巌という人、それをなんとなく合体して、肖像画が得意な人が、こんな感じかな。しかもそれを描いた人は西郷隆盛に会ったことがないんです。お兄さんの西郷嗣道と、いとこの弟の、西郷嗣道といとこの大山巌の写真を見ながら、なんとなく合体して上半分は弟のに似せて、下半分はいとこに似せてですね、そうやってあれができております。しかも西郷隆盛の奥さんはこれ似てないって言ってたそうです。ただ他の人は似てると言ってるという話もありますので、妻から見て似てないんだから全然似てないのか、それとも妻はしょっちゅう見てるからこそちょっと違うところが気になるのか分かんないんですけど、とにかくあれ本物じゃないんですね、実は。さて、それで、西郷隆盛小さい時から、すごくこうお百姓さんやなんかにの心がに優しい人です、とにかく西郷隆盛と大久保利通、この二人比較してきますが、西郷隆盛の方がすごく人情があって優しい、友達にするならすごくいい人なんですよ。で、大久保利通ってのは頭のいい秀才タイプで、しっかりと計算して次に何をやるべきか、そういうのが得意な人で、だからちょっと冷たい感じがしてやけに人気がない。いろんな偉人伝シリーズなんか見ても西郷隆盛ってよくあるのに、大久保利通で一冊ってあんまり見たことないんですね。僕はちょっとこれすごく不満なんです。別のシリーズで石田三成のことを熱く語りましたが、石田三成も割とこう次に何をするべきかこう計算細かく組み立てていくのが得意な人、どうもこのタイプの人をね、日本人はね低く評価し、石田三成とか大久保利通低く評価しすぎ。それでなんか友達としては素敵な人情家のアッパラパーのアンポンタンのですね、こんなこと言うと鹿児島県の人が怒るから、いや、でも人間としてはすごくいい人なんだけど、そんなにこう細かい計算をする人じゃない人ばっかりがちょっと人気があるというのはちょっと不満に思いますね。で、まず小さい時のエピソードとしては、海で貝を取ってる子供に対してですね、
ここの海は俺たちのものだ、勝手に貝を取るなっていう、こう文句を言った侍がいました。でそれに対していい、最後は高村、いいじゃないか、あの貝ぐらい取らせてやるよって言って、その人と喧嘩になってます。その時にあの侍はですね、刀の鞘を刺したまま、あの刀で切りかかったんじゃなくて、刀の鞘のついたままで西郷隆盛を殴ろうとしたんですが、それでバッとこう腕で受けたら鞘が割れちゃいましてですね、意外に怪我をして、それからちょっと西郷隆盛はちょっと手がの動きがあまり良くなくなってしまいました。で、あの彼はすごくこう、お百姓さんやなんかにこう優しい人で、彼がいつも大事にして、彼が作ったんじゃないんですけど、彼が大事にしていつも持っていた歌がこういうものです。虫よ虫よ、いつ伏し草の根を立つな、立たば己も、共に枯れな、というこういう歌で、いつ伏し草っていうのは、これはまあ稲のことだと思ってください。それからですね、古文漢文で、あのんとか無が出ると何でも否定文だと思う人がいるんですけども、そうすると意味が逆になっちゃうことが多いんですよ。それから高校生の皆さんがもしこれ読んでたら、あのなんとかナムってものすごく種類がありまして、これはこう確実用法のナムだとか、これはかかり結びのナムだとかですね、いろいろこう区別できるようにしてください。識別問題 の、 あのベスト3ぐらいに入るのがナムです。で、ここはあのきっと枯れるだろうと、確実用法、まあ中学生気にしなくていいです、高校生は確実用法、きっと枯れるだろうみたいな意味ですね。虫はね、稲をま食べて生きていくのはいいんだけれども、あの稲の根まで潰しちゃダメだよと、稲の根まで潰しちゃったら結局あなたもその稲全体が枯れて虫もダメになる。同じように、同じようにね、政治家とかお役人は、農民からどん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 吸い上げればいいってもんじゃなくて、農民を潰しちゃったら結局お役人や政治家、あんたもあのこう最終的には困るんだよっていう、まあ、そういうような、歌で、もうお百姓さんが全てのこう命を守る根本になっていると。それを徹底的に、苦しめてはいけないんだっていう、まあ、そういう歌で、これを大切にしている人でした。で、やがて役人になった西郷隆盛はですね、農民がみんな苦しんでるんですよ、あんまり苦しめるのやめてくださいってことを、島津斉彬という、まあ、鹿児島県、斉彬は難しい字ですけども、斉彬という島津斉彬という殿様に訴えまして、でこの島津斉彬という人はすごくこう進んだ考え方の持ち主でですね、あの偉いと、身分の低いお百姓さん農民のことを考えて、殿様に平気で意見をしてくる西郷隆盛っていうのは偉いやつだと、まあ、そういう人をまた認める、気持ちのある人でした島津斉彬は。で、お西郷隆盛ってなかなか根性がある、身分が上の殿様にも平気で、意見が言える、農民のこと本気で考える立派なやつだなって言って、こう高く取り立てました。ここまではめでたしめでたし、ところが世の中なかなかうまくいかないんですね。やがてこの島津斉彬が死にまして、同じ島津でもですね、島津久光という人が実権を握るようになると、こっちはね西郷隆盛みたいなやつ大嫌いなんですよ。もう急に西郷隆盛いじめられるようになります。またこの時代ですね、日米修好通商条約ができて、これに賛成か反対か、日本は外国人と仲良くすべきか、外国人なんかやっつけていくべきか、それで大きく意見が分かれます。それから、これはちょっと高校レベルの話なんですけど、13代将軍が死んだ後ですね、14代将軍に、義富という11歳の
11歳の義富を将軍にするべきか、それとも、頭がいいと言われてもうちょっと年齢が高い、義信を将軍にするべきかで、これもですね、ものすごく意見が分かれた。でも考え方が違う、まあいろんなグループを派閥といって、今でも会社は派閥争いと、派閥と派閥のこう喧嘩みたいなのがあったりしますけれども、義富派か義信派か、これも激しい争いがあってですね、もう西郷隆盛どんどん追い詰められている。もう考え方が違う、考え方が似てる人だけが、どんどん取り立てられる、考え方が違う人はどんどんなんかいじめられていくと、そんな状態になりまして、もう西郷隆盛ですね、月照というお坊さんと一緒に実は心中、一緒に一緒に自殺を図ります。ただ月照というお坊さんの方は死んじゃうんですけれども、西郷隆盛は、死にきれずに生き延びました。まあそんな、こっちには可愛がられたけど、こっち側には嫌われで、結局西郷隆盛は、まあ、生き延びたんだけども、鹿児島県の本土ではなくて奄美大島にですね、でおとなしくしてるしかないという、そんな風になりました。でこの奄美大島にいた西郷隆盛を、呼び戻すきっかけになったのは誰かというと、幼なじみの大久保利通で、あの人素晴らしい人ですよ、ね、嫌いだ嫌いだなんて言わないで呼び戻して、ちゃんとあの人働かせないともったいないんですよと、大久保利通の、進言によってですね、西郷隆盛は呼び戻されます。なお、じゃあ大久保利通はなぜこっちとうまくいったかと、やっぱり彼はね、ずるいっちゃずるいけど計算もできる男で、西郷隆盛に、とはちょっとタイプが違うんですね。大久保利通、彼は将棋碁ってありますけど、碁が得意でした。でなんで碁が得意になったかというと、この島津久光が碁が大好き、それならば碁を一生懸命勉強して碁が得意になれば、この島津久光からだんだん仲良くなることができるだろうということで、そのために一生懸命ですね、碁を勉強して碁が強くなって島津久光に近づいていったと、まあ、ここら辺がずるくて嫌いな人がなんか多いのかもしれないですけど、でもその大久保利通の引き立てがあったから、西郷隆盛は奄美大島から、呼び戻されることができたんですね。まあということで、まあ、ちょっと性格の違う、こう計算タイプの、理論的に計算して一歩一歩詰め上げていくタイプの、大久保利通と、すごく人情があってこう心のままにこう動いていくという、西郷隆盛という、まあ、この2人がでも友達同士だと、まあ、この2人の友情がこの後どうなっていくか、またこの続きで語りたいと思います。ご清聴ありがとうございました。